さあさあ、これよりお見せするのは心も凍る儚き物語。おい、津軽。まずはこちら。何の変哲もないボウルに卵黄と砂糖を入れて混ぜまする。さらに沸騰前の生クリームと牛乳を加えて混ぜまする。あとは冷やして時々混ぜまする。混ぜてばかりだな、腕が痛くなりそうだ。怪物相手に比べれば朝飯前ですよ。今作ってるのはおやつだからやつどき前ですかね。誰もお前の心配はしてないさ。で、冷やして出来上がるまで待ちぼうけか。いえいえ、こちらに前もって用意しておいた完成品のアイスクリームが。はい、ドドン。あるなら初めからそっちを出せ。おやつを食べるにもお前のくだらん話に付き合わなくちゃいけないのか。そもそもどこが心も凍る物語なんだ。おや、そうですか。まったく。しずく、食べさせてくれ。はい、アヤ様。それでは僭越ながら。あーん。あーん。うん、や、おいしい。しずく待った。はい。あーん。あーん。あー、至福の待ちわびた瞬間だ。しかし何度見ても洗面器の上でアイスを食べる図はどうなんでしょう。喉を通ったアイスが床を汚しては、雫も掃除が大変だろう。ですが情緒ってものを考えますと、100年の恋も冷めるって様相で、まさに心も凍る儚き物語。ふん、たかだか100年も生きられないものが何を言うんだか。お、こりゃ一本取られました。雫、津軽に礼儀というものを教えてやれ。かしこまりました。え、しずくさん、かしこまらないでくださいよ。しずくさん、それを構えんのはずるい。あれー。